触った瞬間違うと思うんですよ。本当だ、スッと。おお、はい、すごい。これをいつも入れとくって感じですね。へえ、適当な例をこう、はい、心もこもってない。でここで、はい、グッてやって、立ってくださいって言ってもなかなかこう、はい、立てないじゃないですか、はい、でそれを肩いきますね、さっき言った、はい、肩立って、はい、でここで、はい、左足でスッと落として重心をで揃えて、はい、で姿勢を整えます。で心を込めて、はい、で吸って吐いて吸ってください。吸って、はい、これ立ってください。もう大丈夫です。もう変わってますもんね、雰囲気がバッと。はい、これだけで変わるんですよ。やっぱ違うでしょ、抑えられた瞬間違うでしょ、はい、僕もこう触った瞬間もう分かるんですよ、あ、違うっていうのは。ちょっと触ってもらえますか、はい、まず適当なこうで、こういう感じでグッと押さえてください。失礼します。もっといいですよ、強く。そう、これはやっぱ立てないじゃないですか、はい、でこの感じ覚えてくださいね。で次に肩通りにこうスッと入ります。はい、押さえてください。もう触った瞬間違うと思うんですよ。本当だ、スッと。おお、はい、これをいつも入れとくって感じですね。へえ、面白いでしょ。面白いです、すっごい面白いです。面白いんですよ、だから本当に面白いんですよ。だから伝わり方というか芯が通るというか、そうですね、その感じがします。はい、触った感じはもう違うっていう、はい、はい、これは肩の中に入ってるんですね、ただ霊法だけでも。へえ、